きお箸を落としました。呼んだメンバーです。いただきます。今日のお弁当はもうちょっと食べかけ、ごめんね。先ほどの公園でレスがたくさん、レスをなんちゃらと興奮気味に電話が来ました。なんだろう。公園はもう私が多分出る8雫公園最後かもしれないので、北海道ってあんまり強くない、まあ、てか最後なので分数も多いですね。何か一つ狂ったらダイヤがすごく橋本って感じの髪型をします。マネージャーさん2人とワンピースの話してた。なんかさ、行ったらさ、ステージなんて楽屋からこっち側に来たら、なんかセリちゃんとマネージャーさん2人がめっちゃ真剣そうに話してて、なんだろうって思って。でもまあわかんないじゃん、なんか真剣な話してるんだなと思って。で、私とミッサーとカレンの3人でご飯食べてたら、なんかチラッと聞こえてきたのがチョッパーとか聞こえてきていや、ワンピースの話かいってなりました。全然真剣そうな話じゃなかった。夜は食べないんだ。めっちゃ早い夕飯だと思ってください。頭取りたい。取ってもいいんですよ、別に。ペンライト、え、見た、すごすぎた。なんか、空腹状態で寝るとめっちゃ痩せるんですよ。だから、そうなの？そう。うち毎日満腹にしてから寝てるんだけど。空腹で寝るとめっちゃ痩せやすいよ。そうなの？そう。よし、これからじゃあ空腹で寝るわ。そうなの。だから、空腹で寝るために、いい情報を聞きました。最後のと思う。割と昼間もりもり食べても、夜空腹だったら太りづらかったりする。毎日公演終わってからお弁当食べてる。わかる。デブじゃん。デブじゃない。ハルピョンどこがデブやねん。デブじゃん。知らないところに。知らないが見えないところについてるかも。見えないが見えないところに。一番欲しいところにはないくせに。あれ。
それは私にも痛いな。うん、ダメージ受けた。流れ玉で今完全に。違う。私は何も言ってない。私は自分のことしか言ってない。流れ玉でしたな。確かにお腹空いてると寝れない。そうだよね。尻、太もも、二の腕、顔めっちゃつく。最悪。喉ね、もう中盤ぐらいにやばかったしな。ミニット、マリアまでやばかった。マリアとキミアの間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 の喉を調子に入れてない。あなたの歌を呼ばせてください。もうやらないです、一生。え、フルーツスノー今日はやばかった。めっちゃアイドルした。これまで出てきたフルーツスノーの中で一番アイドルした。さっきは最善で解消させていただきました。ありがとう。こちらこそ。昨日見たのはメンズはぽっちゃりが好きっていうのはぽっちゃりじゃなくてガリガリじゃないのが好きなだけであって、ぽっちゃりはぽっちゃりじゃないんです。だって素揚げを食べてね。そうだから油分を摂取して、みんなが言うぽっちゃりが好きはぽっちゃりじゃないんだ。だから程よくついてるは、みんなが言う程よくついてると女子が言う程よくついてる違うの。結局みんなマリアもそういう人が好きなの。夜公園のフルーツスノー、そうね、夜はだってフルーツスノーしか映んないからね。頑張るね。音のコーンが音程は一緒だけどトーンがマリア。ハルピョンやっとかったのがちょうどよい。え、全然体型違うけど全然体型違うよ、私と京香ちゃん。夜はいいでしょ。どうだろう、でもまたまたオープニングで声かけてたらどうしよう。定点なら、あ、映る。でもなんか8公演さ、今日めっちゃ楽しかった。夜公演じゃない、夜配信あるないかも。なんでだろう。まあ、多分卒業公演じゃない8公演が久しぶりだから、さすがに寝ると楽しかった。てかお腹いっぱいすぎて全然箸動かない。でもこうやってやると寝る前にお腹空いちゃって。ハルピョンのお尻が好きです。変態。47のコール、ありがとう。あと10キロ増やしても OK。 絶対あと10キロ増やしたらさ、文句言うよね。あと10キロ増やしたら絶対に、今の身長でね、あとプラス10キロしたら絶対ハルピョン太ったって絶対言うじゃん。帰り道で食べるわ。帰り道の疲れ具合。お腹
ない、無理。セリちゃんがね、梅干しをね、差し入れっていうか、お裾分けしてくれて、そう、家にいっぱいあるのって言って、梅干しをお裾分けしてくれたんだけど、梅干し食べれない。気持ちだけもらった。バレた。コメントで気づいた今。さっきから2回目ぐらい。バレちゃった。お昼のお弁当美味しかった。オムライスだったの。知ってるやん。オムライスだったの。美味しかったよ。今日のメイク。バッチ。バチバチ。だから梅干しサワーとかあるじゃん。食べれない。飲めない。お腹いっぱい、なんかさ、でもお昼もさ、調子乗って食べ過ぎてさ、なんか気持ち悪くなったんだよね。公演中にさ、くしゃみが出ちゃったの。したらひなこにめっちゃ笑われた。あの、リバハリケーンじゃなくて、スコールの間にの傘こうやって差してるところで、そのひなこが入ってくるっていうシーンなんですけど、くしゃみしちゃら、しちゃって、くしゃみしちゃったらめっちゃ笑われました。私さゆりんとさ会えるの最後かも。今回の公演ラストかもね。13いないもんね。頑張って福島で。いない、国体だもんじゃ。またね、ありがとう。今までこの状態である今回の振り返った状態で今までありがとう。そういえばバイバイ。バイ。頑張って。急に冷たいじゃん。これからも頑張って。これからも頑張って。これ頑張る。応援してます。これからもアイドルするんで。アイドル応援してます。これからもアイドルするんで、いつでも私のところにも支援してください。最低。アイドルはね、やめちゃうからね。最低。コンビニなんて、ん？お酒なんてコンビニでは買えないでしょうだって。私、お酒をコンビニで、だからコンビニで買ったら高いじゃないですか。13日は高めツインします。はい、100%。え、でもだってさ、急に話しかける。何行こうね。山頂誘ってね、さっきの。あ、ね、絶対行こう。うん、ちゃんと誘ってね。絶対行こう。ミスターと予定合わせて、いついつどうって、okay、候補出すわ。教えて、ちゃんと誘って。絶対行こう。暇だから。暑い時期に行きたいね。うん、でも暑すぎない時期ね。うん、そう。でも8月は終わってっから、夏休みは終わんない。涼しいよ、あっち。ほんと？だって冬クソ寒かったやん。台風来ないとき。うん、確かにそれはね、大事。台風来ないとき。大事。だから会えました。会えました。仕事で会うのは今日が最後だな。バイバイ。バイバイ。まあどうせ会えるしね。バイバイ。遊ぶからね。いやそうね。じゃあ、さやりんの話でもしますか。さやりんはいるときに。さやりんは一番最初、本当に入ってきた時、なんかイベントみたいなあったじゃないですか、12月ぐらい。私が、ひだやと2人で、ライダーみたいな感じで出た、なんちゃらフェスみたいな。地方の暮らしフェア。そうそう、それ。それの時に、なんかめっちゃハキハキ喋ってて、そこで多分ほぼ初めましてしたんですけど、なんか、そこで喋ってるのがマジで、普通にアナウンサーさんかって思うぐらい、めっちゃハキハキ喋ってて、なんか他のメンバーと、え、やばくないみたいな。え、この子入ってきたらもう、エイトの MC めっちゃ MC 力上がるやんみたいな。めっちゃいい声やんみたいな、喋ってて。でもなんか、恋チュン全然踊れてなくて。言うな言うな。ダンスに関して
してはマジでレベル低かったからね偏差値マジでマイナスぐらいだった男性偏差値めっちゃ MC すげーって MC とかなんか喋り声めっちゃすげーってなってたのにこいちゃんなじゃ食べに行くもうやめなやめなマジで覚えられなかったこいちゃんいや成長したなって、ね、難しかった、まあ、みんなですよね、うん、私も会いたかったのステップできなかったし初もできてなかったし、ね、そうそうだからでみんな成長したなこのポジションとはお別れです思いました明日の A ポイントは A ポイントはお別れで本当に明後日の国際は明後日の国際の国際はお別れで明後日の国際は国際がすごいはいこれ A ポイント A ポイント全部ちゃんと全部お別れそう全部お別れ何かしらでお別れ卒業発表の日にさ、16シンパシー、自分のポジション、選手楽迎えてたんですよね。でも楽しかったですよ。サヤリンといろんなイベントに、チューブ一緒だったから。王さんと公演出るのが最後の私させていただけて、この間の長野のイベントもあったんですけど、すごく楽しかったです。長野でバスクチーズケーキを半分としたのが思い出です。本当なんか私のなんかなんか仲いいメンバーがみんな辞めていくんですよ悲しい置いてかないでってみんなまだいてよって気持ちでいっぱい私の仲いいメンバーの卒業はめぐみんから始まりましためぐみんが3月ぐらいに辞めてヒカルも辞めてどんどんせいちゃまんついていかないで私もねついていかないです16人の時は置いてかれるめっちゃ覚えてたんですけど1人ついていかないは2個しかいかなかったミスターも今日やめちゃうしハッツもこの間やめた1人の8分の5はやばい16分の4と8分の5は全然ね同じようで全然違うんですよ全然違う私ここ立つんであれの時虹の列車覚えるユニットもの時ここ立つどんどんハルピョン一人ぼっちになるやんお言うな言うな言うなでもさトータルのポジション数は結構多いなくなるんだ全公演を合わせたポジション数もあるし寂しい今同時進行してるポジションは国際に行寂しいこれは上手下手あのミスターの横断幕がある方友達作りだってさ作った友達が辞めてくんだもんめぐみんもそうだしまあでもそっか今辞めてるのは割と初期からの友達かでもミッサーとカレンはなんかまあもともとそんなになんていうのなんかヒカルンと一緒にいる友達って感じで途中からめっちゃ仲良くなった気づいたでも最近はくるちゃんとよく喋る今日も公開この間かこの間の公演でも公開セクハラをしましたありがとう今何時あやばい髪型変えたい17期18期はしばらくそうみずみんはだから友達公園立ち見最前センターで見てました嬉しいそういえば最近ヒカルンがピョンに会いたいってぼやいてだからヒカちゃんがヒカちゃんとでも会えそうな日を作ったあ待ってあ大丈夫ヒカちゃんがそうなそれこそ一緒においクルちゃんとペアグラビアとか言うんじゃないぞ公開処刑じゃん公開処刑だよ確かに、ひゆかとレミ。あ、レミもなんか B になって仲良くなりました。みんな忙しいのかさ。なんかでも、ゆきりんさんが言ってらっしゃったのが、チームが解体したことによって、そのチーム以外の一緒に出てるメンバー、だチーム以外の一緒になかなか出られないメンバーと、なんかステージに立てる機会が増えるみたいなのを、ゆきりんさんが言ってらして、なんか確かになって、なんか先輩ってそうやってなんか、てか昨日のあのゆきりんさんの、あの、ゆきりんワールドさんの YouTube 見てほしいマジでみんなに見てほしい
え、マジなんか共感って思ったこともいっぱいあるし、でもゆきりんさんってめっちゃメンタル強いんだなって思いました、うん、だから見てみんなも、ゆきりんさんとも友達になろうよ。だってさ、普通に考えたら10校上の人と、まあ、10個も上じゃないけど約10校上の人と一緒の、なんていうの、同じことをすることってないじゃん。仲いいメンバーでしょ。じゃない？ピョンのお尻からの LINE は AKB48 一番だと思うよ。だって確かにそうかいや無理よそれはちょっとそれで触れないでは無理よ。ありがたいな。超王朝超王朝なのはに止まれいや無理だって無理だって最悪喋っちゃう。はい、あ、やばいサイレントで笑ってめっちゃおもろい。かわいいねめっちゃおもろい。これを撮りたいもんかわいいね。かわいいよ。この間のコンサートでもらった、こんにちは。すごい。いや、怖いって。無理なのかな。わかんないの。あ、やばいやばい。あ、やばいやばい。あ、やばいやばい、あ、やばい本当楽しいよね。わかるわかる。大丈夫、バレない。かわいい、今日もかわいい。本当にかわいいんですよ。あの髪型しよう。夜は、あ、言ったわ、さっき。ツインテール。アイドルするね。似たような人いるかもしれないけど、よく見たら一緒なのは一人だけ。ランキング読む。誰ですか？内緒。内緒だよ。行きます。1位、あ、聞いたことある人の名前いた。今1位、ネバーストッパーと昼公演、抽選ラストで足腰ヤバタニア。マジで透けてた、透けてたとか言って最低2位、ギャローさん、ありがとうございます。3位、藤野大吾さん、ありがとうございます。4位、マクミックさん、ありがとうございます。5位、マジカナバナナと、諸事情で夜公演入りますがよろしくお願いします。はい、よろ。あのピョンズ多分少ないから夜公演めっちゃレス送るね。あ、いらなかったらいらないって言って6位にゃおこさん、ありがとうございます。7位ともゆきさん、ありがとうございます。8位すみちゃん、あと金曜日なのに2公演。あ、祝日なのね。祝日なのよ。
9位直樹ちゃんと雫入るって歓喜でした、歓喜。10位 BNR さん、ありがとうございます。11位赤花のサルティさん、ありがとうございます。12位ダニさん、ありがとうございます。13位バードさん、ありがとうございます。1574人。15位ドゥーン、てつぴょんちゃん大好きかわいいさん、ありがとう。じゃあ髪型変えてきます。あとミスアットカレンと喋ってくる友達、バイバイ、またね、さよなら、ありがとうございました。夜公演も頑張ります。